こんにちは、マビック飛行隊の山尾康です。これから登山を始めたいという方、若い方でも年配の方でも、とにかく、これから体を動かして、健康な体づくり、あるいはダイエット、あるいはこれからの第二の人生を築くんだという方、どんな理由でもですね、登山をやりたいという方にぜひ揃えていただきたいものがありますので、ご紹介したいと思います。登山における装備というのは、ある意味リスクを回避するための道具、装備だと思ってください。まず何が必要かということを先に述べます。もちろん登山靴ですね。登山靴は、どのような低い山や、観光の山であっても、登山ブーツは専用のものを選んでください。ランニングシューズや、スニーカーなどでは、リスクが高まりますので、登山ブーツを揃えていただきたいというふうに思います。次は、ザックです。ザックはだいたい日帰り登山では、私はおすすめするのは30リッター前後、10リッターとか20リッターというのもありますけども、これは、今後山を登っていく場合に荷物もだんだん、増えてきますので、最低でもやっぱり30リッターは日帰り登山でも必要になってきますので、揃えてください。次に雨具になります。雨具は必ず、上下を揃えていただきたいというふうに思います。雨具もいろいろ種類があります。で、今皆さんにお見せしているのは軽量化を重視した軽くて薄いものになります。ただし性能についてはいいものです。で、必ずこの3点は揃えてください。あと持っていただきたいのは、ヘッドランプ、それから、コンパスと地図。私が一番最初に登山を明日初めて、登るという方でも、この5種類は装備として必ず専用のものを揃えていただきたい。最初に、揃えてくださいと言った登山靴ですけども、なるべくソールの厚いもの、グリップのしっかりしているものを選んでください。なぜ、ソールがこう硬くて、足の指がこう曲がらないようなやつがいいのかと言いますと、柔らかいとですね、足の裏が非常に疲れやすくなります。そして、登山というのはこの面そのものでこう歩きます。で、これがランニングシューズみたいにここの部分だけで歩くとなると、岩ですとか土ですとか、そういう設置している面が小さくなって滑りやすくなりますので、怪我をしやすくなります。登山靴というのは足の怪我のリスクを少なくするための道具だと思ってください。次に、ご紹介したザックですけども、ザックの注意点は、腰ベルトがしっかりしているものがいいです。腰ベルトがただ紐だけのものとかありますけども、荷物の重量を腰でしっかりと支えるということが必要です。どうしても肩だけで、ショルダーだけで、支えるようなザックはバランスが悪くなるのと、それから肩の負担が大きすぎて荷物が非常に重く感じてしまいます。したがって、そのようなザックはですね、体力を消耗させてしまって、登山における行動の制約、リスクが伴うわけですね。なるべくザックというのは軽くて
丈夫なもの、そして腰ベルトがしっかりしているものを選んでいただきたいと思います。あと、私的な、使い方なんですけども、私は夏でも冬でもこういうゴミ袋をザックの中に、入れちゃうわけですね。こうやってビニールを入れてその中に荷物を入れることで、外からの湿気や雨、水滴、などを防止するということができますので非常に便利です。ゴミ袋ですから、かなり安価ですし、非常に便利です。まあその他ですね、私の持ってるザックはザックカバーがザックの底に、ついてます。もう紐でこうやってゴムでつながってますので、風や悪天候の時に飛ばされてしまうってことがありません。これがついていると、まあ先ほどものゴミ袋でありませんけども、中の荷物が濡れるということはありません。ザックも濡れないということは、ザックが染みて重くなることがありませんので、ここも行動におけるリスクが回避されるということですので、ザックカバーも必ず、用意していただきたいものですけども、まあ、ザックについているものが便利かもしれません。3つ目にご紹介しました雨具です。これも必ず専用のものを揃えてください。よくゴムカッパみたいなですとか、ポンチョみたいなものがあります。ゴムカッパの悪い点は、外からの雨に対しては 100%弾いてみますけども、実は、登山をしてますと内側から汗をかきます。その汗が外に逃げないので、カッパの外側も内側からも濡れてしまうんですね。で、濡れた体というのは非常に冷えやすくなりますので、低体温症になる恐れがあります。また、ポンチョはですね、雨が降るというのは風も伴う場合が結構あります。要はポンチョみたいに隙間がいっぱいあるものについては、山ではカッパの役割を果たさないんですね。隙間からどん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 雨が入ってきて濡れてしまうという状態になりますので、専用のカッパを購入してください。で、気をつけなければならないのは、外からの水の侵入を防ぐ機能はもちろんのこと、内側の汗を外に逃がす防湿性という機能を重視してください。今は、ゴアテックス製という生地の素材が主流ですので、その中でも透湿性の高いもの、軽いものを選ばれるとよろしいかと思います。下のカッパを購入するときに気をつけていただきたいのは、下のカッパを履くときというのは普通の靴より頑丈で大きいですから、これを履いたままカッパを履くというのは、かなり、重要なポイントになります。したがって裾がきちっと広がるジッパーがあるということですね。で、これは私が持っているのはこれフルジッパーと言いまして、下から真上まで全部開きます。で、開きますので靴を履いたまま履くのにはとても便利です。ね、もちろんアイゼンを履いた靴のままここに足を通すことはできませんよね。そういった時にはこういうものが便利です。カッパを選ぶ時のポイントをお話しいたしました。続きましてヘッドランプです。ヘッドランプはなぜ一番最初に買っていただきたいかと言いますと、夜道で登山道を歩くというのは明かりがない場合非常に危ないです。とにかく道に光がありません。ましてや森の中であれば夜空が明るくても森の中は暗いですから、道迷い、遭難が発生しているわけですね。先が見えない中で
進むというのは非常に不安ですし、そこで歩いてしまうことを躊躇してしまうということがありますので、必ずヘッドランプは持ち歩くようにしてください。これは行動が遅れた時のリスクに備えるためのものです。どんな初心者でも必ず持っていただきたいのはコンパスと地図になります。これについては一番最初に覚える登山技術の一つになります。コンパスで方向を定めることができる技術、あるいは地図で今どこにいるのか地形を地図から読み取る技術も必要となりますので、これは揃えるだけではなくて、揃えると同時に知識と技術も身につけていただきたいということになります。以上、明日初めて山に登るんだという方でも必ず揃えていただきたい装具をご紹介しました。ありがとうございました。